吉原邦子は、兵庫県向子郡本城村あざ深い出身の女優。元宝塚歌劇団星組トップスター。本名は、中原栄子、旧姓は岡本。夫に、画家の中原純一、長男に、画家の中原修一、孫に、声優、俳優の過去林王がいる。天ヶ崎市立高等女学校卒業後、1928年に、 宝塚音楽学校に入学する。翌1929年、春の踊りで初舞台。宝塚歌劇団18期生で、宝塚歌劇団のトップスターとして活躍し、同期生に、春日野八千代、藤谷高根らがいた。宝塚歌劇団財団中は、兄貴の愛称で、上級生の左右福祉や同期生の春日野とと共に、男役として人気を争い。 宝塚歌劇団を背負って立っていった。また、さよと共に宝塚男役の頭髪のショートカットの先駆けだった。1934年、東京宝塚劇場会場に際しての落とし公演は主演の話集であった。現在の男役のモチーフや基礎的なスタイル完成には吉原の貢献が大きい。断層の霊人として長くトップの座を保ったが、 結婚のため対談、引退、夫である中原との間に二男に女の子がいる。戦後は、活動を再開し、定劇オペラやミュージカルから、ストレートプレーまで幅広く活躍した。また、ホームドラマでの温かみのある、母親役や祖母役で人気を得た。後年は、さきこさんちょっとでの姑役、ケンちゃんシリーズでの祖母役、ニジオールでの甘味食堂の女主人役など、 テレビドラマや舞台で脇役を演じた。その傍らで、反戦、反核運動やガン撲滅運動など、社会的活動へも、精力的に参加していた。宝塚への同系愛情は強くねえお肌の、性格であることも重なって、吉原は退団後も OG の重鎮として、宝塚へのバックアップを惜しまず行っていた、ことなどから、同世代から、 自身の孫世代まで幅広い世代の宝ジェンヌに慕われていた。65期生で対談後芸能活動を続ける、前田真理の宝塚時代の芸名、足川真希は、吉原の命名である。吉原は、宝塚時代の持ち歌の多さも知られており、宝塚歌劇の音楽性の高さを知ってほしいと、在籍時代の劇中歌ばかりを集めたリサイタルを行い盛況を博すなど、 歌手としての活動も多く行っている。また吉原は趣味の絵画でも幾度か個展を開き成功させている。1997年3月13日、胃がんのため84歳で死去した。3年前の1994年に宝塚パチ十周年を見届けたばかりだったという。没後、2014年に設立された。 宝塚歌劇の殿堂最初の100人の一人として殿堂入りを果たした。ありがとうございます。